彼らの世界にどっぷりアルビエと浸っている人間でもあるので、ちょっとそういうような観点から今日いろいろお話できればなというふうに思ってます。今おっしゃったルチア、ルチアが先、そうですね、ルシルチア、ルシア、ルイスで2007年、8年ぐらいですかね、そうですね、はい、の短編がこのレーモン&コシーニャがやってるリルビオっていう会社の YouTube のチャンネルがあって、そこで無料で見られます。ただ日本語字幕は入ってない、英語字幕が出るんですけど、ただあれってずっと喋ってるんですよ。でその英語字幕を読もうとすると、上でもう延々今日みたいに絵が動いてるから、それを見逃しちゃって、まあ読まない方がいいなみたいな。その土井さんの役があるのはぜひね、なんか活用していただけるチャンスがあったら別に活用していただきたいですけれども、まあ内容的には同じと言いますか、同じコロニアディグニターという、ところで、まあちょっとまあひどい目に遭ってしまっている少年少女の物語を、少年の視点から少女の視点からっていうようなことで語ってる短編で、もともとルイス、ルシア、アンダ・ザ・ウルフっていう 三部作のつもりで、そうなんですか、ウルフ、そのウルフがこれなんですよ。だから要するに死でその全てにおいて、その狼がその子供たち、若い子たちに迫っていくっていう物語を書いていて、でそのこの3本ともその追われているとか逃げている、もしくはひどい目に遭ってしまっている若者の内的な目線で自分自身の精神的な状態を語っていくみたいな、でそれが映像の中に反映されていくっていうような、そういったような手法で作ってる3本なんですよね。でもそのルイスとかルシアを初めて見た時のなんか印象、やっぱびっくりしますよね。僕本当にやってることが分かる通り、まあ、ちょっと変わったタイプの、個人制作のアニメーションの専門家、それこそまあいろんな歴史の研究とか勉強もしている人間なんですけど、そういう人にとってみても見たことがないとかギョッとするような映像だから、やっぱり最初は内容が全然頭に入ってこなくて、もうとにかくこの絵面のインパクトに本当にびっくりし続けて、その最初の短編が4分間が終わっていくみたいなところだったんですよね。でもなんかちょっと一方でアニメーションの歴史の中で様々な地域、様々な時代にぽつりぽつりと現れてくる、すごい驚異的な作品を作る人たちみたいの系譜も弾いてるような感じもあって、その両方がもうだから本当に作ってる手法としては本当に部屋を丸ごと動かすみたいなことをやられていて、なおかつ部屋の家具もそうだし壁画からも使ってるんですよね。でちょっと専門的な話すると、アニメーションって基本的には視線を限定するフォーマットなんですよ。でその絵のところに手が何を意味してるのかってところでコミュニケーションを取っていくっていうような、ディズニーとかね、そういうさまざまなノルシュテインとかさまざまな分野の人がアニメーションっていうのは基本的には観客の視線を誘導する芸術なんだよって話をしてるんですけど、これはその常識をちょっと破ってるんですよね。全部が動いていてどこを見ていいかわからないっていう状態なってきてるから、だから多分で一般のアニメーションと比べるとそういうふうに視線を誘導してくれないので、そこでちょっと多分皆さんのもしかしたら圧倒されてしまう、もしかしたらよくわからないっていうふうに思ってしまうような感情が生まれる可能性があって、でもそれは彼らが全然アニメーションの正規教育を受けていない人たち、どちらかというとそのコンテンポラリーアーティストとして活動していて、ビデオアートの一種として、この作品を作ったっていうような、要するにアニメーションってコマ撮りっていうのってもうなんかジャンルとしてきっちりありますけど、どちらかというと映像技法手法なわけですよね。静止画を撮って撮影していくっていう、だから彼らで撮ってみるとそういった映像技法としてのコマ撮りアニメーションっていうのを活用した映画っていうような感じなんで、一般的なアニメーションの部分とはちょっと違うから、そういう本当にいろはもわからない形でとにかく全部動かせるようになるっていうような形をやってるんですけど、でも一方でアニメーション史を見渡してみると、彼らの影響源としても言われているヤン・シュバンク・マイエルだったりとかブルース・ビッグフォードだったりとか、そういうなんかオールオーバーに世界を変電させていくような手法をやるっていうような人たちもいて、だからなんかさまざまな地域さまざまな場所で時代にポツリポツリとアニメーションってこういうこともできるよねっていうことを発見していく人たちっていうのがいて、その最新版でもちょっとあるっていうような、なんかそういったような感じだと思うんですよね。さっき言った視線を誘導するっていうのは
まあこのカットだったら今ここを見てくださいよっていうことをあらかじめそのなんだろう、その絵でちゃんと示してあげている。で観客はそれを自動的に監視してそこを見るみたいなことになってると思うんですけど、まあ本当に常にねカメラを動かし続ける、まあそれは彼らが最初に10回これを作るにあたって10個のルールっていうのを決めていて、まあこれも買えないパンフレットに載ってるんだけどあのウェブには載ってます。でその中でカメラ常に動いてるっていうのは自分たちに課したルールだったんですよね、うん、何なんですかね、あれのカメラが動いてることによってアニメっぽくなくなりますね、うん、そうなんですよね。であとその実家の中にあのこれはワークショップの会場であってセットではないっていう言い方もしていて、実際この作品ってチリとその近隣の国の12カ所13カ所ぐらいの公開制作で、あのこのそれぞれのところでこういう部屋のセットを作って、あの大衆に見られながらあのアニメートしていくっていうような作り方をしているっていう、まあ、それはあの予算がなくてそういったさまざまな美術館の予算を取ってあの公開制作として作っていったっていうようなこともあったりするんですけど、でもかといってあのなんていうんですかね、あの自分自身のファッションをもう何も考えずにやるっていうタイプでも多分なくて、でこの作品その視線を誘導しないっていうことはいろんなところでいろんなことが起こるっていうことは、ある意味で言うとその精神的にとらわれている、逃げているけどとらわれているような人のちょっと自分自身でコントロールできない内面的な世界みたいな、だから自分自身にさえ裏切られてしまうような、なんかそういったような、体験っていうものをうまく作り出すのにも成功していて、だからかなり僕は理知的な生々しいんですけど、ものすごく知性によって支えられた作品だなっていうふうにも思っていて、まあ、それはねその政治的な言及だったりだとか、さまざまな文脈が入れ込んできたりだとか、なんか本当にその方法論が作品とすごくマッチしてるっていうふうに思いますよね。ですね。まあ、さっき言われた十数箇所の場所で、撮影がされたっていうのは、一つにはそのスタジオ代がかからない、それをやればっていう非常なメリットがあるわけですよね。でそこで自分たちだけでなくてワークショップ時にいろんな人たちもにも手伝ってもらいながらこれを作っていったという、何を言おうとしたか忘れましたけどなんかね本当にこれって2人組で作ってるんですけど、でそれぞれ の監督、まあ、基本的には2人一緒に作ってるんですけど、たまにそれぞれで作る時があって、そのそれぞれで作ってる作品を見ると、まあ、明らかにそのあこういう風に分担したのが分かる。レオン監督、クリストファー・レオンはあの人形の方なんですよね。でホアキン・コシーニャは木炭画の方なんですよ。絵の方はコシーニャ担当で、立体物の方はレオン担当っていう風になっているんですよね。藤子不二雄、そうなんですよ。先生、先生みたいな。そうなんですよ。でそれが、あそうか、その僕もそれをどういう風に形容しようかと思って、なんかチャゲアスとも違うなと思って、いろいろ考えたりしたんですけど、その藤子不二雄先生ですねっていうような感じだって言って、普通そういうの、そういう作品ってやっぱりそのある作家の、もちろんファイルとかビッグコードとか。そうなんですけど、その人のビジョンっていうものをいかにしっかり作っていくかっていうのがアニメーションのポイントだったりするんですけど、結構やっぱ奇跡的に2人ので、2人ともめちゃめちゃ多分造形力高い人、そうですね、でその人の個性が全然ぶつかり合わずにちゃんと並行して相乗効果を作っているっていうようなところも結構びっくりする。先ほども言った通り、彼らは本当にコンテンポラリーアートの方から入ってきてる人なので、まあ、かなりアートにおけるコレクティブみたいなところと近い、まあ、今回そのレオンとコシーニャ2人でやってますけど、昔の作品はサウンドデザインやってるナイルズ・アタラーと3人でディレクターになっていて、なんかそういうような形で本当緩やかなその制作共同体みたいなのを作っていて、それでちゃんとその2人のコラボレーションに合った作品を作っているっていうような感じでやっている。では僕はその2人にはそれぞれ別々にしかと会っていて、チリなんでやっぱりでアニメーション映画祭で大体ヨーロッパとかアジアとかなんで、2人で来るのは難しいんですよね、あと金銭的にも。なのでなんかもう担当というか、今回俺行ったら次お前ねみたいな、そういうような形で、順々に行っていて、でレオン監督について言うと、その僕が昔働いていた新千歳空港のアニメーション映画祭に審査員として、であとこれの作品上映も
あ、審査員だったんですか。審査員も兼ねてきてもらったんですけど、もであって、それで、もう一人の、シニアとは、アンヌシーという、まあ、一番大きな映画祭、アニメーション映画祭ですね。で、この作品が審査員賞を取った、映画祭でもあるんですけれども、そこで会ってっていうんですけど、なんかやっぱり二人、結構キャラが違う。うん、でクリストファー監督はかなりシュッとして、見た目じゃないすがいで、本当にナイスガイとか言いようがないような優しいような感じなんですけど、コシンデ監督はめちゃめちゃワイルド、なんか歩き方もガーって感じで髪の毛もバーってなってるし、よーみたいな感じの、そういうだから本当に性格も違う、性格まではちょっとわからないですけど、まあ、そういったのはかなり性質が違う2人で作ってるっていうのがちょっと面白いなっていうふうに思いましたね。この作品もちょっと面白いのが、登場人物がマリアとアナとペトロですけど、はい、一般的なキャラクターってキャラ設定みたいなのがあるんですよね。だからもうキャラのビジュアルって、まあ、アイデンティティって決まってるんですけど、はいはいはい、この作品って決まってないんですよね。まずいろんな形で出てくる、 2D であったり 3D であったり、うん、で急に変な人形になっちゃったりとか、でもそれでもなんかこっちは完全に理解してるのがすごいなっていう、うん、そうだから目の前普通のアニメーションだとその目の前に提示されたキャラクターを楽しむんですけど、この作品ってさまざまに変遷するそのアナ、ペドロ、マリアという概念を多分頭の中で結んでいくっていうような作業を要求する作品でもあって、なんかそれゆえに多分自分でも作ってる感じというか、うん、そういうようなところもすごくあんまりアニメーションではないやり方だし、でもアニメーションだからこそできるやり方でもあったりするっていう、だからそのコンテンプラリアートでやってるっていうのとまた別にキャラクターの作り方もやっぱりかなり違う面白さがありますよね。でこの作品もう一つ言おうと思ってたことがあって、だからもう一つこの作品がちょっと他の作品とちょっと違う部分っていう、他の一般的なアニメーションと違う部分っていうのはロールプレイゲームとして作られてるっていうことなんですよね。それどういうことかって言ったら、まあ、よくある個人制作のアニメーションっていうのは、まあ、自分の思ったこととか自分の見ている世界みたいなものを映像化するって作られてるんですけど、この作品ってレオン＆コシーニャの2人が自分とは全く違う人の皮をかぶってみるっていうような作業で作っていて、そのコロニア・ティグニタっていうそのカルト教団の、その指導者の本当に児童虐待だったりさまざまな虐待を繰り返していたっていうその人間とか自分と全然違う人の顔がかぶってやってみるっていうそういう形で作られていて、だからでプロパガンダ映画っていう型としても作られていて、それでもやっぱ素直じゃない作品だし、なんかちょっと逆、ある意味で言うと結構危うい作品でもある。それでなんかカルト教団だったりだとか、そういったところを滑るような人たちが使うマインドコントロールの手段だったりだとか、なんかそういったものが結構内面化されて作られてる作品でもあったりするので、結構人によってはかなり来ちゃう人もいるのかなっていうふうに思うんですよね。まあね、それぞれの個人が持たれている体験とね、何かこうするようなところがあったりすると、そういうことはあるでしょうね。コロニア・ディグニダを多分一番よく知られる方法は、そのネットフリックスに今上がってる6回シリーズのコロニア・ディグニダっていうドキュメンタリーがあって、本当に見るの辛くなる。6回目まで行ったらもうヘトヘト。で、それを見たら、狼の家なんて非常によくソフィスティケートされて抽象化された、うまくやったなって思われると思うんですけども、まあ本当にひどい話がねいっぱいあって、でまあ骨にしてみても、最初にやった白黒の短編の骨もそうだし、狼の家も最初にこれは発掘された映画を、レオン＆コシーニャが修復したものだっていう、まあこれは嘘なんだけど、それを信じてる人が結構いて、特に骨の方は、あれ1901年の映画じゃないですからね。そうなんですよ、違うんですよ、これ本当に最新作ですから、2022年ので、骨はね、一昨日かな、ニューヨークの近代美術館のパーマネントコレクションに入ったと、監督たちがインスタで言ってました、モマっていうやつですね、そこはフィルムライブラリーも持っているので、あれが
永久収蔵品になったと。いやでもあれ、この作品、あの骨はよくできていて、よくできているかと結構怖い作品でもあって、僕はその今広島アニメーションシーズンって広島の映画祭のプロデューサーやってるんですけど、そこであの去年あの関西平和アジアグランプリを取った山村さん、山村浩二さんが賞を与えた。そうですね。あ、それはあの審査員のプレゼントですね、はい。なんですけど、あの結構やっぱり選考員の中でもあの発掘されたやつだって信じてる人とかもいたりとかして、で、まあ、一回も嘘だって言わないんですよね。うん、でまあね、本編のね、狼の家の方も嘘だって、うん、そう言わない構図っていうから、うん、結構そういう意味で試される映画ではあって。でもなんかあの本当にさまざまな文脈をしっかりと読み込んだ上で作られてるなっていう、要するにこれってあの女のある女性が過去の保守系の政治家を蘇らせて結婚する、あれも破棄するのかっていうような作品になってるんですけど、まあそのチリにおけるその政権の揺らぎというか、あ、そう、2019年そのレオン監督が日本に来た時ってちょうどチリで本当に民主化デモが最大限盛り上がっていた時期で、ちょうどレオン監督が来た時にコシーニャ監督はそのチリでデモに参加していて、機動隊にゴム弾で撃たれて怪我したみたいな話で、すごいなんかレオン監督落ち込んでいてっていうようなところで、でもなんか本当に若い人たちがこの自分たちの国っていうのを何とかしないとっていうところで本当に大きく立ち上がった時期ではあったんですけど、今まだその反動が来てかなりまだ保守化している状況があってっていう、多分そういったようなところを背景に作られている、ね、作品だと思うんですよね。何度何度自由になろうと思ってもそういった保守的な思想っていうのが蘇ってきてしまうっていうような、まあ、そういったような政治的なダイナミズムみたいなものを地位の文脈で解き起こす作品でもあるんですけれども、それと同時にラディスラフ・サレビッチというですね、これも初期アニメーションの本当にですね、見たらびっくりするような日本だとあんまちゃんと紹介したことないかもしれないですね、本当昆虫をね、そう、昆虫、めちゃめちゃリアルに昆虫が動く作品で、でその作品が昆虫の死体をコマ撮りしてアニメーションを作ったっていうふうに言われてた時期が、あ、それ今でもそのある一定の文献ではそういうふうに作られたっていうんですけど、そんなことないんですよ、なわけないんですけど、めちゃくちゃリアルな人形を作れる人なんで、だからそういうようなアニメーション史におけるそういった勘違いの歴史みたいなものも組み込まれている。で、まあ、後半のその保守系政治家を蘇るそのリアルな造形とか、多分そういうところの目を合わせだったりもするっていう、なんかすごくそちらの顔してるけれども、なんかめちゃめちゃ挑みかかってきているというか、下手すると飲み込まれてしまうタイプの作品でもあって、それもやっぱり普通のアニメーションのあれだった とかなりそのお客さんに対する態度が違うって言いますか、はい、私小説的では全くないもんね。全くないんですよ。めちゃくちゃコンセプチュアルにやられていて、でもものすごく造形力が高いくて、それを見てるだけでも多分楽しめる作品、それとも絵もうまいし、ね、レオン監督の人形もなんか可愛らしい愛らしいようなところとかあったりするようなところで、想像力が高い。そうですね、あんなものをその場で作っていくわけだからね、うん、まあなんだろう、天才っちゃ天才なんでしょうけどね。というわけで、早くも時間が来てしまったようで、土井さん、最近の活動を宣伝して。そうですね、こういうタイプの作品がヒットすることなかなかないんでですね、僕としては今がチャンスだって思ってる部分もちょっとあって、はい、ね、レオン・コシーニャの好きなアニメーション作家みたいなのを見ると、なんか僕が昔紹介したブルース・リー・フォードがいたりだとか、結構まあ彼らのテストと僕のテイスト近いところもちょっとあったりするので、ちょっと、ね、チラシがですねあんまり足りてなくてですね、ちょっと限られた方にしか出せないんですけど、12月にペルデンプスと秘密の森というですね、ブラジルの、同じく南米のですけども、ブラジルのアニメーション監督の、作品、昔ここで賞を探してて 作品やったんですけど、それはアカデミー賞にもノミネートされてっていう、その監督の最新作がですね、12月に公開されます。で、まあ、彼らとは、まあ、この狼の絵とはまた別に違った形で今の社会について
なんとかしなければいけないっていう、そういうようなカウンター的に作られているものでもあったりしていて、まあ、同時にすごく魅力的なグラフィックと音環境を作れる人で、音楽なんかも本当に名だたる人たちが参加していて、もうサウンドトラックだけでもめちゃめちゃいいし、もう何も考えないで映像を視聴覚体験として見てもらえるとでも楽しめるっていうタイプ、まあ、オオカミの家とかは全然違うけれども、すごく色が綺麗な感じがしましたね、うん、そうなんです、うん、はい、なんですけど、ちょっとそれもぜひぜひ注目してもらえると、なかなかね、南米のアニメーションっていうのを1年に2つもね見る機会なんてないし、でもやっぱり日本で作られてるアニメーションとかとアメリカとかやっぱ全然違う、やっぱり見ている景色が違うので、なんかそういうアニメーションってそういういいところとして、やっぱりその人たちが見てる景色っていうのが見えるっていうところもアニメーションのいいところだと思うんで、ぜひともこれと合わせて見てもらえると、本当に南米のアニメーションも初層が知れるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではでは、ありがとうございました。